bienvenue tout comme le bagage. スイスはあんまりこういう日本っぽいデニがないんですが、フランスはあるみたい。ね、ザネギ。これパプリカだよね。すごいでっかい。スイスよりでっかいかも。あ、ナスは日本サイズ。で、なんかこういうトマト買ったことある。気温で。これちょっと柔らかい感じ。あ、柔らかいんだ。何？あ、玉ねぎが大きい。スイスの玉ねぎはめちゃめちゃ小さいんで、やっぱちょっと違うね、なんかスイスとは。ニンニクがめちゃめちゃでっかい。すごいね、手と比べるとすごいでっかいのが分かります。あ、さくらんぼも綺麗です。すごい雰囲気がいい。あっちがお魚エリアだそうです。お魚買ってみます。これは何でしょうか。すごい、まだこのカニは生きてます。あー、エリウス。わー、すごい。あ、すごい。なんか顎からおひげが生えてます。パティスリーか。素敵です。今ソルドのシーズンなので、いろんなお店でセールをやってますね。あー、もう空が綺麗。ここは手作りの卵とお肉らしいです。新鮮で生でも食べられるらしいです。生パスタのお店です。いろいろある。わー、すごい美味しそう。ここが裁判所みたいです。ありがとう。こんな珍しい。これもトマトです。カゴバッグ屋さんなんと。すごい。雑貨のマルシェもやってます。すごい人気店でたくさんの人が並んでらっしゃいます。
セザンヌなんかのパフェです。ここがメイン通りです。なんかね、ここ建物の家から人の人形が飛び出てる。ちょっとびっくり発見した時は。ここはいろんな画家の絵をプリントしているお店だそうです。ポッホとかセザンヌとかありますね。かわいい。これはなんか面白い。かぼちゃみたい。すごい立派な噴水が。すごい大人気で行列ができています。すごい結婚式が行われてます。すごい可愛い。ここは市庁舎です。市役所かな。今無事レンタカーを借りて、お友達と一緒に南仏のラベンダー畑に向かいます。じゃーん、見てください。この一面のラベンダー畑、ずっとね、南仏のここに来るのが夢だったんですよ。でも想像したよりもっと奥の方までラベンダー畑があって、すごい感動。蜂がいっぱいいますね。ミエルはいいかも。すごいラベンダーの蜂蜜とかフレグランスとか石鹸とかありますね。すごいいい香り。可愛い。手を摘んだラベンダー、めちゃめちゃ可愛いです。ここにショップがあるみたいなので、お店も入ってみたいと思います。お店なんですが、すごい並んでますね。入るのに並んでるみたいです。もうラベンダー色、なんかセミも幸運を呼ぶシンボルとして売られてますね。これはタオルとか香りとかのセットかな。クマちゃんもラベンダー色です。この木がハートに見えるんで、これがすごい有名らしい。
でっかいのがいっぱい。あ、かわいい。帽子投げてる。最後の制作の場のエクサンプロバンスにあるアトリエです。もうここがあれですよね、有名なリンゴとオレンジの場所になってます。あとは有名な、光になっていて、光にこだわったセザンヌらしい作りです。ここの小さな扉はここから絵画を運び出すための扉だそうです。同じ町エクサンプロヴァンスの違うところに住居は設けていて、ここのはもう完全にアトリエ化していたそうです。アトリエの外から撮った様子です。これは今老人ホームだ。この特徴的な山の形がすごい、まさにこの絵画ですね。